はい。おはようございます。沖縄パパでございます。はい。えー、っとですね。えー、まあ、今日の那覇市も晴れてます。はいいい天気でございます。でもね、え、あんまりなんか気温上がらないみたいですね。最高気温25度ぐらいみたいです。はい。えー、まあね。まあ、これ普通なんですよ。はい。これが普通なんですね。でも、あのー、吉津のおかげでね。吉津のおかげで、 ここ数日間全く冷房を入れずに過ごしています。ほんと涼しいです。はい。吉沢と全く違います。えー、なんて言うのかなあー、ほんとお試しください。えー、これね、あの、ほんと不思議なんですけど、めちゃくちゃ、あ、まあ、あ風を通さないといけないんですけどね、まずね。えー、 まあ、風が、まあ、通るような、まあ、構造なんで、まあ、障子を開けてね、ガラッと、あの、窓を全開にして、風が通、風が通ってれば、全く、あの、暑苦しくないんですよ。えー、ほいいですよね、この吉津はい。日本の、古来の知恵だと思っております。はい。古来の知恵ですね。こういうのを活用しないといけませんよね、もうちょっと日本人はね。はい。まあ、そういうふうに深く感じております。えー、それからですね、 まあ、実験結果をお知らせします。昨日言っていた4リットルで体全部洗うことができるか。はい、洗えました。はい、洗えました。全然大丈夫でした。え、これちょっと工夫が必要なんですけど、まず最初にね、綺麗な水で洗いたいところってありますよね、女性。はい、お顔でございます。お顔は、まあ、4リットルバケツに半分ぐらいの水を入れてね。 えー、8リットルのバケツがあるんで、それ、あの、大体半分ぐらいで4リットルで。で、えー、何て言うのかな一番最初にお顔洗っちゃうんですよ。はい。その次に、あのー、髪の毛をね、そのバケツに突っ込んで頭をね、はい、髪,髪を濡らします。そして、えー、石鹸つけて、えー、まあ、シャンプーするんですけど、えー、ここからが味噌でね、 はい。ここからが味噌で、この、あの、石鹸泡だったものを、えー、まずね、えー、なんていうのかな、流さないで、流さないでね、えー、この泡をね、なるべくこう取って、わかりますこう、なんかしごくっていうかね、そういう感じで、えー、髪の毛をしごいて、こう全部、まあ、あ、取ってね、泡がほとんどないようにしておきます。そこから、 えー、昨日言ったように、あのー、ボディタオルですね。体を洗うね。あれを水に濡らして、えー、石鹸をつけて、えー、まあ,あ、体を洗います。で、一番最後に、何、えー、て言うのかな。頭からね、じゃぼちゃぼっと、ちょっとお水を少しずつね、かけながら、あー流していきます。はい。 で、それでもちょっとまだお水残るんで、そこで、えー、ボディタオルの、あのー、残った泡をですね、綺麗に洗っておしまいでございます。4リットルで済みました。はい、4リットルで済むんですよ、これ。すごいですよね。工夫すればなんとかなります。私そんなに髪短くないんですけど、えー、肩に浸かるぐらいなんですけど、まあ、あなんとか工夫すればあ、全然4リットルで、はい、体、あー 髪からあつま先まで、えー、全部洗えます。はい、えー。皆さんも一度やってみるとよろしいかもしれませんよ、これ。はい。目から鱗でございます。はい。えー、まあそういうことですね。まあ前もやってたんですけどね。前は6リットルぐらいか使ってたような気がしますね。はい。前もやってたんですけどね。まあ一時期大変な時期とかね、あったんで。はい。えー、節約でやってたんですけど。やっぱりできますね。はい。できます。はい。 ご安心くだささいいいまませはい、皆さん4リットルで、OK、でございますなんでね、えー、もしね計画停電みたいなことがまあこれからね、えー、例のね、えー、封鎖でね封鎖でね、えー、計画停電なことが起きるかもしれませんけどそういう時は目いっぱいバスタブにねお水を貯めておきましょうそうするとおバケツ1杯分のお水でね一 一杯もいらないですね。半分ぐらいの水で、体、はい、洗います。はい、えー、お湯をちょっと沸かしてね。で、えー、なんていうのかな。夜間で沸かして、で、えー、お水でね、ぬるま湯にして、ぬるめてね、4リットルぐらいの、おー、まあ、あちょっとね、お湯というか、ぬるま湯があれば、あ全く支障なく、洗います。ただ、工夫は必要です。はい。 えー、先ほど言ったようにね、えー、髪を洗った後、その泡をね、きれいに取るということ。はい。これ大事ですからね。はい。まあそういうことでございます。まあ、あ支障なく洗えます。えー、なんで、皆様ね、えー、どうぞご参考にしてください。まあ、いろいろとね、迫ってきてますんでね。はい。迫ってきてます。はい。 何がかってわかりますよね。はい。えー、封鎖が迫ってきてるんで。まあでもね、えー、とりあえずね、在庫があるうちはあ、まあそんなに心配する必要はないと思います。はい。でも今のうちからね、えー、いろいろと準備しておかないと間に合わないものもあるんで、まあ備蓄の方はね、今の、もう本当に、えー、ラストスパートにしちゃってください。はい。えー、今からね、えー、まあ、間が悪いことに、 えー、初めてこのね動画見ちゃって備蓄しなきゃいけないのみたいなことになってる方はいお買い物行くたんびにね小麦粉一袋ね、えー、余分に買っておけばまああのー、結構結構食べられるんでねはいえー、これ本当あの台湾料理に結構小麦粉料理多いんですけどあと片栗粉も買っといた方がいいですねはいえー、台湾料理でねあるんですけど台湾の朝ごはんで えー、タンビンビってありますよねあのちょっと皮がもちもちして、えー、中に卵焼きをねくる、えー、んであるクレープみたいなのありますよねネギが入ってて、うん、あれおいしいですよねあれねびっくりしたんですけど1人グラム1人当たり小麦粉 30g しか使いませんで、えー、あと片栗粉をね入れるんですけど 20g ぐらいね、えー、50g あれば1人分作れますはい美味しいですよあれ本当 えなんで、えー、これねでも中国全部あの台湾中国語なんで台湾に住んでる方がね動画上げてて昨日見てね、えー、あーなるほどなーって、えー、まあネギいもちはすごい好きなんですけどこれもあっさりしててすごい美味しいんですよねもちもちしててなんで、えー、こちらの方もちょっと全部中国語なんですけどあーまあ,あ,ーあー と,とりあえずね、えー、まあセカンドチャンネルにでもあげようかなと思ってますはい、えー、まあ卵は必要ですけどねでもねまあ卵がなくて皮だけでも美味しいのは美味しいですでなんちゃって卵焼きっていうのもできますはいなんちゃって卵焼きですはいこれ後でね後でまあ,あ作り方はね後で、えー、皆さんにご説明したいと思いますはいまあちょっとターメリ とかね、使うんですけど、はい。えー、まあ、なんちゃ、卵焼きでございます。 はい、<laughs> こういうのもあるんでね、はいえー、豆乳とかとね、えー、合わせてちょっとなんちゃって卵焼き、はいえー、できるんですけど、えー、ここら辺もねあとまあ,あかぼちゃの裏ごしで作るっていう手もありますねまあここら辺もね後でまあ,あちょっと皆様にご説明したいと思います、まあ、そういうわけで、えー、こういったね、えー、緊急な時に何もなーいってでも小麦粉あるっていう時に えますはいえーまあこの前ね、えー、セカンドに挙げた「八太鼓」もそうなんですけどまあ,あいろいろあるんですよなんで、えー、皆さん覚えておきましょうはい、えー、今後ね、えー、まあいろいろ大活躍してくれると思いますこういうものがねはいまあそういうことでございますえー、まあね今日の、まあ、ニュースもほんとねえあ あボ,ーボ,ーボ,ーボーンっていうかあのボーっとしてる人ほんと多すぎです。なんかスーパーの駐車場の2階から車が壁を突き破って下に、えー、転落してしまったみたいですね。まああまり怪我はなかったようでまあ不幸中の幸いなんですけど指の骨を折ったぐらいでまあ良かったですねっていう感じなんですけどほんとこういう事故多いです。 え何なんでしょうかね。車の壁を突き破る、あで車っていうか、あの駐車場の壁突き破っちゃうんですよ。まあ、ちょっとお年寄りの方ですけどね。恐ろしいですよ。だって変な話なんですけど、もし下に人がいたらとんでもないことになってましたよ、これ。ね、もうそういったあ時代に突入してきたということです。はい。 えボート成人がめちゃくちゃ多くなってきたということですねだって考えられませんよこういうことはいまあ、小さいね、えー、事故なんかは多分報道しないんで,で報道しないのでねあまりにもひどすぎたんでこういうふうに報道してるんだと思いますけどねあと茨城県でなんかすごいですよねあの なんていうの普通道路を、まあ、おじいちゃんかおばあちゃんか忘れちゃったんですけど、どっちかみたいなんですけど、ものすごいスピードで走ってい、走ってて、で、前にいる車をね、えー、ね、えー、なんか、はぁ、あ、蹴散らしてね、えー、信号機なぎ倒してしまった人がいるみたいですね。なんか、この運転していたおじいちゃん、ちょっと重傷らしいんですけど、 たまったもんじゃないですねこういう人が多くなってくると本当にあまあ本当日常生活をねきちんと送るのがなんか危うくなってきますよね、えー、もう外に出るとき本当に注意しないといけませんよねやばいですよねこれ本当もう 何て言うのかな車運転されてる方は手振れしちゃってすいませんね。車運転されてる方はね、これ本当に、まあ,あ、ね、実感できますよね。どのくらいやばいことなのかって。まあ、とんでもないです、本当に。でもって、またね、えー、これもね、えー、前に戻ってしまうんですけど、 えー、あれですよね。えー、チェアの国は本当にほそこそこもうやめる気はございませんね。はい。今日の朝でも言ってました。朝のね、ニュース配信でも。やめる気ない。はい。まあ、昨日ちょっとね、あの、その関連のをちょっとメンバーさんに出したんですけど、やめる気ないですね。もうこれ、あの、チェアの国ね。 ででとんでもないしっぺ返しがきます、まあ、チェアの国本当に歴史を見るとくでもないんですよね。えー、あの始まりから。はい。始まりから6でもありません。あのアブラハムの時からね。くでもない人間ばっかり、まあ。まともだったのも何人かいるんですけど、えー、最初はまともでね、えー、どおかしくなってったっていうのがソロモン王でね。 はい、えー、皆さんも知っているようにあのソロモン王でございます映画を極めたね、えー、まあそういうことで、えー、でね、えー、最終的にね,、えー、ねまあこれは認めてないですけどユダヤ教の人たちははい。 えー、まあ神様がね、まあ、イエス様をね使わせて,してもねそれをね殺しちまえって言って、えー、ねやってしまったっていうのがね、えー、言うのダヤダヤですからねはい、えー、まあまあ本当とあのー、とんでもない民族だと思いますよはい、えー、いい民族じゃありませんで、えー、とんでもない仕打ちをされてますねはい、はい、まあそういうことでございます。 ああ、です、本当ね。ええー、まあね、ええー、何なんでしょうかね、本当に、この世界は。<laughs> まともな人間があまりいないっていうことなんでしょうかね。まあ残念ですね。まあまともな人間いないって言えば日本もそうですけどね、あの、特にね、アウトセーフですね。はい。ええー、 いまたまた、ね、グダグダやってるみたいですねパーティー券がねいくら以上公表するかとか公表しないかとかねもうちゃんとねやってほしいですよねっていうか最初っからこういうことを法律に決めておかないっていうえ本、ー、がおかしいっちゃおかしいんですけどねはいえー、もともとそういうことなんじゃないかなと思ってます。 えー、まあいろんなね事故とかが本当多発してるんで、えー、皆さん気をつけてください。もうそれしか言いようがございません。えー、でもってね今ちょっと太陽フレアも危ない感じなんでいつねグラグラって揺れたりとかお山田がドーンってしたりするかわかんないんでまあね万が一の時にね停電した時に備えてね 外出するとき、はい、ちょっと遠くに行くときは何度も言ってますけど、お水とね、えー、お菓子、はい、一袋ね、持っていきましょう。えー、停電したらコンビニも停電しますし、えー、で、お店閉まりますしね、えー、自動販売機も使えません。はい、そういうときにね、えー、困らないように、お菓子一袋とね、えー、水分、これだけは持って出かけましょうね。 はい。よろしくお願いいたします。それでは皆さん今日も一日、いいね、えー、よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。かわいいですね、みけた。ね、見てください。かわいいですね。あら、にょびーってしてますね。にょびーってね。はい。肉球もかわいいですね。ねえ、かわいい肉球ですね。 はいそれではまた。